このビデオではママについて説明します。この映画は壊れた家に住むことを余儀なくされた2人の少女の物語です。暗く不吉な存在、救出された後も悪の勢力は彼らを新しい家に連れて行きます。彼らはそこから逃れることができるでしょうか。ママで調べてみましょう。ママは欲求不満だったジェフリー・デサンジという名の株式仲買人の話から始めます。2008年の金融危機で財産を失った後、ジェフリーは怒って同僚を殺しました。それだけでなく、長い間別居していた妻も殺した。その後、3歳のビクトリアと1歳のリリーの2人の娘を連れて行きました。ジェフリーは滑りやすい雪道で車を高速で運転した。定常状態で車を運転することができず、彼は車が横滑りするまでコントロールを失いました。山を滑り降りた。幸いなことに、彼の車はまだ木に引っかかっていたので、ジェフリーにはまだ自分を救う時間がありました。彼の子供たちと、一方、ジェフリーの家に一卵性双生児のルーカスがやってきて、何が起こっていたのか。しかし、警察がまだ捜査中であったため、彼は家に入ることを許されなかった殺人事件。一方、ジェフリーと二人の娘が森の中を歩いていると、森の真ん中にある古い放棄された小屋で、そこに行くことにしました。ビクトリアは父親に、メガネにひびが入ってもう使えないと不平を言った。利用される。その後、ジェフリーはメガネを外したので、はっきりと見えなくなりました。自暴自棄で子供たちを苦しめたくないジェフリーは、終わりを告げるつもりです。彼の人生と二人の娘を一緒に。しかし、彼がビクトリアを撃とうとした時、突然、彼は生き物に襲われて殺されました。黒い影に見えた。メガネなしでははっきりと見ることができなかったビクトリアは、父親がメガネをかけていたことを知りませんでした。死亡しました。ビクトリアとリリーは廃墟となった古い小屋に残りましたが、一人ではありませんでした。超自然的な存在が、あたかも自分の子供であるかのように世話をします。5年後、ルーカスと彼のガールフレンドのアナベルは、今でもジェフリーと彼の二人を探しています。娘たち、ルーカスはまた、熟練したハンターである彼の友人の助けを借りて、道をたどります。ジェフリーは、最後に車を運転した時に旅行しました。しばらく捜索した後、二人のハンターはジェフリーの車を見つけることができました。木に止まった。その後、彼らは狩猟犬にジェフリーと彼の二人の娘を追跡するよう命じました。最後に、彼らの猟犬は二人のハンターを森の真ん中にある古い小屋に案内しました。森林、機内に入ると、機内に子供たちの落書きがたくさん書かれているのを目にした壁、そしてキッチンの桜の種の山。ハンターの一人は、床を這う生き物の姿に驚いた。ルーカスの命だったことが判明。ハンターは、古い小屋で生きているビクトリアとリリーを発見しましたが、奇妙な行動をとっていました。ビクトリアとリリーは、長年の孤立による奇妙でワイルドな行動のために、ジェラルド・ドレイファス博士の児童福祉クリニックに入れられ、集中的な検査を受けました。処理、ドレイファスはルーカスに、彼の二人の姪は一人で暮らしているため、野生動物のように振る舞うと語った。森の中で、ルーカスはビクトリアに近づこうとしたが、ビクトリアは怖くなって彼を襲った。ルーカスはその後、ビクトリアにメガネを送った。最初は疑問に思っていましたが、ビクトリアはルーカスが彼女に与えたメガネをかけました。はっきりと見えた後、ビクトリアはルーカスを見て、ルーカスの姿から、お父さん、と呼んだ。双子の兄によく似ていた。ビクトリアはルーカスをとても強く抱きしめました。3ヶ月後、法廷審問で、ドレフュスは裁判官とすべての裁判参加者に説明しました。ビクトリアとリリーが経験した状況について、ドレフュスによれば、二人の子供は5年間外の世界から隔離されていたという。彼が彼らと物理的に接触することを困難にします。それだけでなく、ビクトリアとリリーが無意識のうちに人間の想像上の人物であり、まるでその架空の人物が気にかけている人であるかのようでした。森で暮らしながら育ててきました。ビクトリアとリリーは架空の人物をよく、ママ、と呼んでいます。ドレフュスは、二人の子供の身体的及び精神的発達が示されていると述べた。
より良い状態。しかし、ビクトリアとリリーは愛と愛情をつぎ込まなければなりません。どちらも両親の愛撫なしで生きてきました。さらに、彼らはまだ生きていくために肉体的にも精神的にも集中治療を受けなければなりません。他の子供たちと同じように普通の生活を送っています。裁判では、ルーカスは二人の姪の親権を争わなければなりませんでした。ビクトリアとリリーの世話をしたい人、ジェフリーの小妻ジーンの家族の一人も、ビクトリアの親権を主張するつもりですとリリー。ルーカスは、住居と収入が不安定なため、姪たちの親権を失う危険にさらされています。特別治療のために集中治療を必要とする二人の子供を育てるには不十分とみなされる彼らが経験している状況。ジャンは、子供たちを世話し、育てるあらゆる点で、彼女よりも価値があると述べました。ルーカス、ドレーファスは、ルーカスがビクトリアとリリーを引き取るのを手伝うと言った。ビクトリアとリリーは、彼の代理店が所有する家に引っ越すことを厭わなかった。確かに、ルーカスの窮屈なアパートよりもはるかに大きく、価値があります。おまけとして、ルーカスは家賃を払う必要もありません。ルーカスとアナベルはすぐに同意し、ついに彼の二人の姪の完全な親権を得ました。ある日、ドレフュスがビクトリアにやってきて、彼女とリリーに何が起こったのか尋ねました。5年間、森の中の古い放棄された小屋で、ドレーファスは、少女たちがよく口にする、ママ、の姿が気になる。何らかの理由で、ドレーファスは、ビクトリアと彼女の、ママ、についての秘密があると感じました。妹は明らかにしていなかったので、彼はそれについて調べなければなりませんでした。それが、ドレフュスがルーカスが彼らの親権を勝ち取るのを手伝いたかった理由です。ビクトリアはかなりの進歩を見せましたが、リリーはまだ話すのが難しく、維持していました彼女のワイルドな振る舞い。それでも、ルーカスとアナベルは今でも彼らを愛しています。ルーカス、アナベル、ビクトリア、リリーは、ついに本当の家族のように家で一緒に暮らしました。しかし、ルーカスとアナベルの知らないうちに、世話をしていたママの姿が、ビクトリアとリリーもそこにいて、家の中に蛾が現れたのが特徴でした。ある日、リリーは自分の部屋で、ママ、と遊んでいました。アナベルが汚れた服を取りに部屋に入ろうとした時、ビクトリアは彼女の右を止めたあちらへ。アナベルはついに入ってこなかったので、ビクトリアはすぐにドアを閉めました。その夜、ロックバンドのメンバーであるアナベルがエレキギターを弾いていた。彼女の部屋で、しかし、突然彼女の家が停電し、状況を確認したところキッチンで、彼女はテーブルから飛び降りるリリーに驚いた。新しい家で長い間ビクトリアとリリーと暮らした後、アナベルはしばしば家の中で奇妙な出来事に遭遇する。実際、彼女はいつも努力している女性の夢を見る奇妙な夢を見ることがよくあります。彼女を傷つける、その女性は、自分以外の誰かを持つことに不満を感じていた、ママ、に他なりませんでした。ビクトリアとリリーの人生。別の日、アナベルとルーカスが部屋で仲直りしていた時、アナベルは恐ろしいドアを通り過ぎて保育園に入る姿。アナベルは怯え、ルーカスにビクトリアとリリーの様子を確認するように頼んだ。少しだけ開いていた託児所の扉が、ルーカスが行こうとした瞬間、ピタリと閉まった。入る？そこに入った後、ルーカスはビクトリアとリリーが眠っているのを見つけました。部屋、ルーカスが下の床をチェックしようとした時、彼は壁に奇妙な亀裂があることに気づきました。ひびは黒く、かなり大きく、奇妙なことに、そこには数匹の蛾がいました。好奇心から、彼はそれをもっと詳しく観察しようとしました。しかし、突然、割れ目から黒い影が現れ、跳ね返るまで彼を攻撃しました。がっかりして階段から転げ落ちた。できるだけ早く助けを求めるために病院に運ばれた後、ルーカスはついに昏睡状態を宣言し、アナベルはしばらくの間、ビクトリアとリリーを一人で世話しなければなりません。ルーカスがそばにいない状態でビクトリアとリリーとしばらく暮らした後、子供も産みたくない、今では優しくてとても母性のある女性に変身しました。ビクトリアは普通の人間の生活に慣れ始め、愛に心を開き始めます。アナベル。
しかし、相変わらず乱暴な振る舞いを続けるリリーにはそれが難しい。話すこと、ドレーファスがビクトリアとリリーの様子を確認するために家を訪れたとき、アナベルはいくつかのことを話します。大人の女性の声を聞いたときなど、彼女が経験した奇妙なことの遊んでいるときや寝ているときの保育園。アナベルは、もしかしたら、ママ、の声だと思った。しかしドレフュスは、ママ、はビクトリアが意図的に作り出した架空の人物であると想定している。しかし、ドレフュスは、ママ、が非常に現実的な謎の人物であることを否定していません。ビクトリアとリリーはしばしば彼女を奇妙な外見で表現するからです。それだけでなく、ビクトリアに催眠療法を行ったとき、ドレーファスは少し悟りを得ました。そこで彼女は、赤ちゃんを連れて精神病院から脱出した女性の話をしました。調査を行った後、ドレーファスはついにエディス・ブレナンの自殺事件を発見した。その生涯と背景は、ビクトリアの物語と非常に正確に類似しています。他の場所では、ルーカスは昏睡状態にあり、トンネルで双子の兄弟を夢見ています。夢の中で、ジェフリーはルーカスに小屋に行って子供たちを救うように頼みます。その後、ルーカスはかなりひどい発作を起こしました。医者は、彼の状態が悪化するまで、ルーカスの命を救うためにすぐに行動を起こしましたより安定し、彼は完全に意識がありました。ある日、バスルームで泣いていたビクトリアの元にアナベルがやってきた。ビクトリアは、何が起こったのかと尋ねると、アナベルに怪我をさせたくないと答えました。アナベルはビクトリアが何を意味するのか理解できず、女の子のことをとても心配していました。彼女は怯えたように見えた。アナベルが頭を撫でようとしたとき、ビクトリアはすぐにアナベルの手を叩きのめした。そして、彼女は嫉妬するだろう、と言って、すぐに去り、アナベルはまだ混乱したまま。ビクトリアがアナベルに心を開き、彼女に近づくにつれて、ビクトリアは遊んでいます、ママ、とはますます少なくなりました。それが、ママ、を嫉妬させ、アナベルを傷つけようとするのは、ビクトリアが愛しているからです。アナベル、しかし、ママ、がアナベルを傷つけようとするため、ビクトリアはついに近づき始めます。アナベルは、ママ、が、アナベルが離れている限り、アナベルを傷つけないことを約束しているためです。その女性から、ビクトリアは恐ろしい、ママ、の姿に怯え始める。だから、ママ、と遊ぶときはいつもメガネを外す。ビクトリアは、父親の失踪の謎も関係しているに違いないと感じています。ママ、一方、ビクトリアはたびたび彼女を無視し、リリーはあまり良い変化を見せなかったものの、行動では、アナベルはまだ彼らを愛情を込めて扱いました。最後まで、アナベルが彼女のそばにいると、ビクトリアは溶け、リリーは快適に感じ始めましたが、その結果、ママはさらに嫉妬を感じます。ある日、眠っていたアナベルは突然、精神病院の患者の夢を見た。彼女を抱いて森の真ん中に逃げていた18世紀赤ちゃん。女性患者はエディス・ブレナンと名付けられました。しかし、しばらく走った後、女性はついに崖っぷちにたどり着きました。非常に険しい峡谷、彼女を捕まえて赤ちゃんを連れて行こうとする住民の群れに圧力をかけられた彼女は、決心した。赤ちゃんと一緒に峡谷に身を投げて人生を終わらせる。エディスと赤ちゃんは大きな木の幹にぶつかりましたが、エディスは川に落ちて即死しました。赤ちゃんが木の枝に引っかかって死んでいる間、エディス・ブレナンの死とエディスの遺産に関するいくつかの古いファイルを入手した後箱に保管されていたドレフュスは、彼が今信じているママの調査を続けることにしました。超自然的な人物であり、ビクトリアの分身ではありません。壁のひび割れと森の真ん中にある古い小屋が疑われるので、ママが住んでいる場所であるために、ドレーファスはより明確な手がかりを求めて小屋を訪れるつもりです。一方、ママの姿がどこにも見つからなかったので、リリーは誘った。ビクトリアはルーカスの家を出て、森の真ん中にある古い小屋に戻ります。しかし、ビクトリアはベッドから起き上がらず、代わりに毛布を抱きしめながら泣きました。ビクトリアは、ママが人間ではないことに気づき、ますます怖がっています。幼い頃からママの姿を見慣れたリリーとは違い、ママであり、ママが実際に彼女の母親であると想定しています。
やってきたドレイファスに会うためルーカスの家からママが姿を消したことが判明。森の真ん中にある彼女の小屋、ドレフィスがそこに着いたのはちょうど暗くなってきた頃だった。キャビンには照明がなく、男性は懐中電灯だけに頼っていました。ドレフィスはファイルで見たのと同じように壁に亀裂を見つけました。しばらくして突然何者かが暗闇からドレフィスを襲い、ついにママがドレフィスに現れ彼を殺した。翌朝、家の中でリリーを見つけられなかったアナベルは彼女が丸くなっているのを見つけました。裏庭の寒さ、アナベルはすぐに彼女を家に連れて行き、リリーをしっかりと抱きしめて温めようとしました。最初、リリーはアナベルに手放すのに苦労しました。しかし、アナベルは彼女の反抗を無視して、リリーを抱きしめた。時間が経つにつれて、リリーは落ち着き始め、アナベルの腕の中で快適に感じるようになりました。リリーはどもりながらも、アナベルとコミュニケーションを取り始めました。その後、アナベルは保育園で黒い影を見て、それがリリーだと思った。しかし、リリーはビクトリアと一緒に開花にいたことが判明しました。これに気づいた後、アナベルは彼女が見た黒い影の人物に興味を持ちました。クローゼットに入る。その後、アナベルはクローゼットを開けましたが、服しか見つかりませんでした。ビクトリアはちょうど間に合うように到着し、アナベルをママの攻撃から救います。その後、アナベルはビクトリアにママについて尋ねましたが、彼女はそれについて話したくありませんでした。アナベルは、ドレフィスが来た時に置き忘れていたドレフィスのファイルを偶然見つけました。訪問する、その後、アナベルはファイルをチェックし、催眠療法のメモと女性の写真を見つけました。彼女はドレイファスに連絡してファイルについて尋ねようとしたが、彼は電話に出なかった。最後に、アナベルはドレイファスのオフィスに行き、密かに関連するファイルやアイテムをいくつか持って行きました。ママの姿をドレフィスが調査。別の場所で、状態が良くなったルーカスは、ついにトンネルの場所を見つけました。橋の下に何も考えずに、ルーカスはその場所に駆けつけ、ジェフリーの失踪についての手がかりを探しました。その夜、アナベルはドレイファスのラップトップをチェックし、ビクトリアの催眠療法のビデオテープを再生します。ビデオの中でビクトリアは、ママが崖から落ちて川に落ちた後、ママは赤ちゃんをどこにも見つけられませんでした。ママは何年もの間、森の中で赤ちゃんの行方を探していました。そして、ビクトリアとリリーが父親と一緒に森に到着すると、ママは作ることにしました。ビクトリアとリリーは行方不明になった赤ん坊の身代わり。アナベルは録音を聞いて泣き、ビクトリアはアナベルを抱きしめておやすみなさいと言った。ビクトリアとリリーは、ママがますます嫉妬していることにようやく気づきました。時間が経つにつれて、彼らは両方ともアナベルに近づきました。盲目的な嫉妬のために、ママはビクトリアとリリーを攻撃しようとしました。怯えた子供たちの悲鳴を聞いて、アナベルはすぐに子供たちに近づき、ママ、ついにアナベルの前に現れた。トリオは、ママ、から逃げようとしましたが、アナベルは倒れ、ママはなんとか彼女を捕まえました。ママがアナベルを殺そうとした時、ビクトリアは彼女に約束を思い出させようとした。ママはアナベルを殺しません。最後に、ママはアナベルを麻痺させるだけで、彼女は気を失いました。同時に、ジェーンはルーカスの家を訪れます。アナベルを殺すことはできず、ママはジェーンを殺し、彼女の体を引き継ぐ。その後、ママはビクトリアとリリーを連れ去った。その後間もなく、気がついたアナベルは子供たちの居場所を見つけられませんでした。どこでも。アナベルは、ビクトリアとリリーがママに誘拐されたと考えています。そのため、アナベルはビクトリアを探す際に箱に入っていたイーディスの遺物を持って行きましたと森のリリー。途中、アナベルはジェフリーの手がかりを探しているルーカスに出会う。ついに彼らは家に到着し、亡くなったジェーンを見つけました。家はアナベルが夢で見た崖の近くにあることが判明しました。崖っぷちに向かうと、ビクトリアとリリーを発見。ママは子供たちを彼女と一緒に来るように誘い、ルーカスは彼女の悪を阻止しようとします。と、ママはルーカスを攻撃し、彼を殺そうとします。
アナベルはすぐにママの本名を呼んで行動した。その後、彼女はドレフュス博士のオフィスで箱から取り出した布を開封した。ママが布に包まれたものに近づいたとき、彼女はそれが体であることに気づきました。今や骨になり、彼女の外見が一時的に変化した彼女の生物学的子供の。しかし、アナベルとルーカスがビクトリアとリリーを救おうとすると、リリーは悲鳴を上げます。彼女とママは恐ろしい姿に戻り、再び子供たちを奪おうとします。その後、ママはルーカスを攻撃し、倒しました。ママがアナベルを殺そうとしたとき、ビクトリアは彼女の気をそらそうとしたので、ママはアナベルを解放した。それでも動けるアナベルは、必死になっても子供たちを救い続けます。逃走？アナベルはビクトリアの服に手を伸ばすことしかできませんでしたが、彼女は突然立ち止まって、ママを見ました。ビクトリアは、ママと一緒に行くのではなく、アナベルと一緒にいることができると懇願します。ママは不安そうな顔をして、ビクトリアの頬をそっと撫でて、承諾する。その後、ビクトリアはママに別れを告げました。涙の別れの後、ママとリリーはついに崖から飛び降りてお互いを抱きしめる木の枝に衝突してガの群れに変わる前に、他の人。アナベルとルーカスはリリーの別れを嘆きながら、ビクトリアをぎゅっと抱きしめた。映画は終わります。